今回我々としては時間を優先させる、早く進めるっていう形で、を優先していたので、こちらが特に大法廷とお伝えはしていないんです。だけれども今日皆さんが集まったこの様子を見て、裁判所の方で、大法廷と自ら言っていただいたのかなと思っておりますので、本当に皆さんのお力のかけだと思っております。で、これからのスケジュールなんですけれども、12月17日の3時大法廷、1月17日の3時大法廷、1月28日の17時00でとかなって、この3日の期日が指定されています。皆さんに入っていただきたかったんだけど、入っていただいて、裁判所の様子を見ていただきたかったんですけども、我々弁護士も驚くぐらい、すごいキレのある訴訟式で、もうこれは裁判所の職責で、4月1日に移管するということが決まっているものですから、3月中に裁判所の判断を出しますと言っていただいているところです。でそのために今言ったような冷た期日が1月28日に終わらないと判決が書けないということで、1月28日までの期日が決められているところです。弁護士の大山と申します。よろしく今日お願いします。今日も皆さん本当にたくさんお集まりいただいてありがとうございました。とにかく早くですね、裁判所に期日を入れていただいて、その3月までに少なくとも地方裁判所の判決をいただかなきゃいけないというですね、それがやっぱ至上命題でございますの で、その思いを組んでいただいたのが、今日 の裁判長の方はもう無理にでも判決出しますというふうに力強く言っていただきました。もう少なくともそれだけやはり大きな事件で、意義のある事件だということを裁判所も認識しているという意味では全く我々にとっては悪い話ではないと思います。でそれにあたってやっぱり皆さんがですね、たくさん来ていただいたということがやはり大きな意味を持っているのかなと思いますし、今日意見陳述で妻品さんの方にもですねお話しいただきましたけれども、裁判長もしっかりと聞いておられたみたいですから、法律論だけの話ではこれはありませんのでね、そういった意味ではいい形でのスタートを切れたかな。皆さん本当に今日はありがとうございます。次から大法廷なんで、これの3倍ぐらいの人が入れるような大法廷なんで、あと今度はお友達を誘ってきてください。で今日お気づきだと思いますが、いわゆる被告側っていう大阪市の側からもたくさん傍聴に来てて、だから多分大阪市の方も大変この訴訟の行方というのは注目しているので、ぜひとも今